皆さんおはこんばんちは、ウルトラトワーズの翔士です。今日はモンスターロールの右の教えてウルトラ先生をやってみたいと思います。いろいろ、コツはいろんな先生によって違うと思いますが、翔士流でいきたいと思います。頑張って。ステップ1です。まず足を開いて手を横から、左に向かって動かしていきます。体の前にテーブルがあるつもりで、そのテーブルを拭く感じですね。左に向かって右肩をしっかり出してあげましょう。上げたりとかするのはダメです。手は遠く、右肩引くのはダメです。しっかり、右肩を前に持っていくことを気をつけましょう。ステップ2です。今度バトンが縦になった時はまだ手は横です。このバトンを追いかけるように手を拭いていきます。テーブルを拭いていきます。バトンを追いかけるようにですね、バトンが前に来た時に追いかけていきます。これ大事ですね。やってみましょう。縦の時に下からあんまり持っていかないように最初はしましょう。バトンと平行ですね、平行にテーブルを拭いてあげる。下からはダメ、下からはダメで、できるだけ横の方が綺麗です。ステップ3、今度は左足の前にバトンを落とすようにしてあげましょう。肩が上がってると下に落ちないので、こうやって後ろに落ちるのはダメです。しっかり左足の前にバトンを落としてあげる。そのためにはさっきステップ2でやった、右肩を前にすることがすごく大事です。左にまずバトンを落としてあげましょう。さあやってみましょう。はい、バトンが縦になった時に手を上げていきます。顔が挟む時に逃げていくと挟み遅れちゃうので、顎は引いてしっかりバトンを見てあげる、見てあげること大事ですね。やってみましょう。挟む、耳と腕の幅ができるだけ細い方がいいと思います。まあ、僕はこの腕が水平に動かしているのをイメージしてるんですが、実際にやるときはちょっと下げた方がスピードが出るなっていう発見があったんですけど、まあ、それぞれ自分の体骨格に合わせてコツは違うと思うので、いろんな先生が言ういろんなコツを自分で試してみて自分にフィットするものを探るのがとてもいいと思います。これはロール、モンスターロール、ネックロールだけじゃなくカットバックスとか全てに言えることなので、いろいろチャレンジして試してください。あとはロールはすごく時間かかるので、時間をかけて練習してください。ということで、今回の動画がいいねと思った方は高評価、そしてチャンネル登録して次回の動画をお楽しみください。また教えてほしいことお待ちしております。じゃあね。髪顔頑張れ、たくさん練習して時間をかけるんだ。